よう、無事だったのか。東門から出たと聞いて心配。なんだその本は。あ、これはその我は偉大なる白の書であるぞ。敬ってもらって構わんぞ。へえ、白の書って喋るんだな。知らなかったよ。え、白のこと知ってるんですか。今歌ってた歌に出てくるんだよ、白の書って。あ、歌？そう、村に昔から伝わる古の歌さ。古い言葉だからね。何言ってるかわからないだろうけど。その歌、どんな意味があるんですか。意味って言われてもな、あんまり詳しくはないんだが、いつかこの世に黒の書が舞い降り病をまき散らす。だがそれに抗う白の書が世界を救うって感じかな。どうしたんだ一体。いや、何でもないです。それでどうやって白の書は世界を救うことになってるんですか。さあね、私もそこまで詳しく理解して歌ってるわけじゃないし。そうなんだ。しょげるなよ。物知りポポルに聞いてみたらどうだ。何か知ってるかもしれないし。そうですね、どうもありがとう。白の書と黒の書、やばい。どうしたのだ。いや、ちょっと気になることがあって。
ヨナちゃんのことは聞いてるわ。本当に、なんて言ったらいいか。そのことでお願いがあるんです。デボルさんが歌っていた古の歌について教えてもらえませんか。それは白の書。白を知ってるんですか。話が早そうだ。古の歌ね。黒の書が世界に災厄をもたらした時、白の書が現れ、封印されし言葉で黒の書を下ろし災厄を消し去るって言われてるの。封印されし言葉って。正確な記録が残っていないのでよくはわからないけど、何か魔法のようなものらしいわ。どうしたの。白の書が病を消し去るって古の歌に書いてあったんですよね。そして封印されし言葉。あの神殿で石像を倒した時に我が吸ったものが封印されし言葉ということか。そうだよ白。シロさえいればヨナの病気は治るんだ。そんな、これは昔の言い伝えなんじゃ。だけどシロの書はこうやって実在してるんです。病を治す言い伝えもきっと本当だ。しかし肝心の黒の書の在りかがわからぬ。それは記録には書かれていないわ。封印されし言葉も一つとは限らないし。だが魔物たちと封印されし言葉は浅からぬ関係があるようだな。じゃあ僕が手当たり次第に魔物を殺していくよ。そんな危ないこと。量をこなして質を得るつもりか。無謀な策だ。ここにじっとして何もしないよりマシだよ。僕は行く。ヨナのために。でも、そうなら仕方ないわね。最近崖の村という場所で魔物が出ていると聞いたわ。北平原の橋の修理が終わったらしいから、そこを渡っていけば行けると思う。地図に書いておいたわ。もしかしたら封印されし言葉はそこにあるかもしれない。村長の家を訪ねてみるといいわ。崖の村で一番高いところにある建物よ。わかった。本当に無理しないでね。古の歌か。
古くから歌い継がれてきただけはある。耳に馴染むいい歌であったな。本にも耳があるの？Thank you.